新作はですね、まずいつ頃どこで撮りましたか。これは5月に台湾で撮りました。5月の台湾どうでしょうか。あの多分見ていただけると分かるんですけど、一つも天気がいいカットがありません。何度でしたっけ。そんなことないんですけど、多分一緒に行った人が虫入れたりできましたイメージ、もうこのこういうここまでの露出があるの で、動いたら結構ポロリになっちゃうので恥ずかしいんですけど、恥ずかしいと思ってたらなんか撮影してられないので、もう頑張ろうと思って24歳、もう25直前の撮影だったので、ちょっと大人になった感じを見ていただきたかったという。ベッド椅子に座ってるやつ、こっち？いや、左、こっちです。こっち？うん、それ。これどうなってんですかね。これどうやってやったんだ。でも直前までこう隠してて、撮るときにパッて。あ、映っちゃう。パッて。だからなんか最近よくこういうなんか銅像みたいな、わかりますか？なんかお金持ちのお家にあるような白い、なんかこういう格好した銅像よく見るんですけど。お金持ちの家で。これはまた違うワンピースなんですけど。この衣装もすごい大変で、結構ここがこう緩いワンピースだったので、ちょっと一歩こう前に出るとずれちゃうので、結構撮影は慎重にやりました。25歳になったので、こう例えば、まあ、グラビアでもこういう限界に挑戦したり、バラエティとかでも今までこうなんかあれ喋っちゃダメ、これ喋っちゃダメが結構一応あったんですけど、もうお構いなしに結構喋ってます。先輩がどうぞ。はい、先輩誰ですか。イニシャルドブルミですか。普通に言っていいですよ、はい、熊田さんがちょうどあの今こういう感じなの で、そこの位置に自分が休んでる間に行けるように頑張りたいと思います。限界露出ってことなんですけど、次回どうします。そしたら次回戻します。着させてください、水着を。池田夏希、花心艶美、見てください。